こんばんは。こんばんは。タコです。科学と宗教ということについて考えてるんですけど、なんか一昔前の日本人のなんか、まあ、エッセイとか読んでいると、こう、まあ、留学とかするとですね、なんかホームステイ先とか、まあ、なんだろうな、大学の友人とかですね、そういう人たちが、すごく信心深い人たちで、まあ、なんか教会に行ったりですね、なんか、お前は何か宗教を信じてるのかって言われて、特に信じてませんみたいなこと言うと、怪訝な顔をされるみたいなことがあり得たというようなことを見聞きするじゃないですか。で、まあ、そんなことはもう今やないっていうのは分かってて、で、実際そんなことも僕は経験してないんですけど、少なくともフィンランドにおいてはですね。で、なんていうか、むしろそのなんていうの、今の知的水準が高い人たちにの間での、その神様がいるということを信じるなんてナンセンスだみたいな。神様なんかいないんだみたいな。で、科学、宗教 VS 科学で、科学が正論なんだみたいな感じがある気がするんですけど、なんかまあそれ面白いなっていうだけの話なんですけどね。というのは、なんかあれほどすごく信心深い、なんか未だにまあそうだと思いますけど、ヨーロッパの国でも、まあ、アメリカなんかでも、よく言われるのが、なんかその、1ドル札とか、他には何ドル札か、全部かもしれないけど、なんか神の名のもとにみたいなことが書いてたりするっていうじゃないですか。あと議会とかでも、何か宣誓するときは神様がみたいなことを言ったりして。で、まあ、イギリスとか他の国でも、やっぱり日本でいう政教分離みたいな感じにはなってないっていうのがあると思うんですけど、まあ、未だにそういうところあるにしても、なんかもう人々の意識から、要はエリートで知的で、なんだろう、ものを論理的に理解できる人たちっていうのは、もう神様をそんな信じてないような雰囲気がありませんか？で、なんかその代わりに GAFA とかのそのエリートの頭のいい人たちが推奨してるのは、要はもうマインドフルネスみたいなことになっているわけだけど、なんていうのかな、なんかまずすごいなっていう、その心の入れ替わり方というか、あんなに、わかんないけど、あんなに多分半世紀前とか1世紀前、半世紀前とかは、あんなに神様をみたいなことを言ってた人たちが、なんかこれはもうすごく一般論なので、そういうパターンに当てはまらないことも多々あるのは承知の上で一般論で言ってるんだけど、あんだけ神様そう言っていた、そして神様のことを信じてないというと怪訝な顔をしていたような人たちというのが、何かこう今や神様がいるということに対して怪訝な顔をする人たちになっていると、その当時の、わかんないけど、20代30代と今の20代30代比べるとそういう感じなんじゃないかだという気もしますよね。ああ、なんか思い出したな。Don't Look Up っていう映画が、Netflix で見て、その中で、あれは何だろう。あれは科学的なことを信じない人たち、その科学的な論理っていうの、あ、そう、面白いと思ったポイントとして言ってるんだけど、科学的な、事象っていうのを信じない人たちっていうのは一方でいるわけですよね。あれの中ではすごくこう面白おかしく、すごく戯曲的に描かれていたけど、まあ共和党の支持者であろうというような、まあ、共和党と民主党っていう2つの軸で言うと共和党政権なんだろうというような、そしてその支持者たちであるんだろうというような、まあ、人たちがいっぱい出てきてですね。で、その一方で、すごく主人公の一派っていうのは、まあそれに対比するような形で、リベラルな感じで書かれているんだけど、
その現実がどうかっていうのは別として、やっぱり共和党イコールこの宗教色が強い、そして科学、今で言うとアンチワクチンみたいな感じの雰囲気で、まあ、描かれているような人たちで、一方で科学の側に立つこうリベラルな人たちっていうのがいるみたいな。だから面白いと思ったのは、その科学の側に立つこうリベラルに見える人たちの、まあ、女性の、名前を忘れちゃったんだけど、主人公の人の恋人みたいになる人がすごく信心深い人なんですよね。で、最後のシーンでもなんかみんなで晩ご飯食べてて、もうちょっと前にみたいな忘れちゃったな、晩ご飯みたいな食べてるんですよ。なんかいわゆる最後の晩餐的な感じの明らかに雰囲気を出してるんですけど、そのシーンでは。で、そのシーンでなんかキリスト教の何だろう、何かを何だろう、何かを唱えようとするんですよね。結婚式におけるなんかミサのし、これ全然知識浅いのままで言ってるから恥ずかしいんだけど、神父さんみたいな、なんかゴニョゴニョって言って誓いますかみたいなこと言うのの、なんか最後の晩餐バージョンみたいなのを言おうとするんですけど、みんなが。でもなんか誰も覚えてないんですよ。で、暗唱できないんですけど、その一人信心深い、ちょっとなんかヒッピーっぽい感じの、男の子がちゃんと暗記しててですね。で、それを最後、その男の子が唱えてくれて、こうみんなでなんかこう安らかに瞑想的な雰囲気で、まあ、最後終わりを迎えるっていうシーンなんですけど、なんかそういう意味ではなんかある意味そこに何て言うかな、そこにちゃんと良心的な描き方をされる宗教とも出てくるところに、なんかこう本当のリベラルの寛容性みたいなものが見えたような気がするんだけど、まあ、それはいいんですけど。そうなので、なんだろうな、科学と宗教というものをなんか対立させてみてはいけないんだと思うし、なんかこう今の科学はもちろん大事ですよね。科学はもちろん大事で、科学はもちろん大事、そして科学というのは信じる、僕は信じているわけだけど、なんだろうな、ある意味科学を信じないことも大事というのはなんかわかる気がするんだよね。これってあれだっけ、 YouTube ってなんかそういう話しちゃいけないんだっけ、バンされるんだっけ。これはもっと深い思想みたいなところで話してるっていうことを、なんかそのバンする側の AI にとかには分かってほしいんだけど、決して何か体の一部の部位がこうなるとか、ここがこうなってこうなるので科学的にダメなんだってことが言ってるわけじゃないじゃないですか。要はこれも話して、僕前田智弘さんが好きなんですけど、マジシャンので、前田智弘さんがほぼ日とかのインタビューで言ってたのが、嘘には科学と文化の領域があるということですね。科学と文化っていうのは、だから科学と宗教みたいなものとの、言ってることなんか近い気がするんだけど、やっぱ科学の領域で嘘をついちゃダメなんですよね。科学の領域で嘘をつくのはダメなんですよ。要はこの薬を飲むと痩せますとか、この薬を打つことでこういいことがあると言われてるんだけども、実はこの薬を打つことで〇〇になってしまうみたいなことを言うのはいけないわけですよね。でそれは科学的な嘘なわけですけど、一方で文化的な嘘というのがあって、それはまあ許容されてきているものですよね。それはフィクションとか創作とか、だからマジックもそういうものなんだっていう文脈で前田智弘さんを喋ってたんですけど、なのでそういうことで言うとですね、このやっぱりそういう、なんていうのかな、科学の領域では 100% 正解であっても、より大きな文化的なところで何か、まあまあいいや、これは難しいですね。要はですね、何が言いたかったかというとですね、やっぱ人間って完璧じゃないじゃないですか。人間って完璧じゃないし、まあ、ミスもするし、やっぱり間違えるし、正しくないことを選択しちゃうじゃないですか。正しくないことを選択してしまうというのが人間なわけですよね。で、
なぜかというと、正しくないことの方が面白かったりするわけじゃないですか。要はその夜食を食べるとか風邪気味だけどパーティーに行っちゃうとか、まあ、風邪気味じゃなくてもいいや、パーティーに行っちゃうっていうのはそうですね。人混みに行っちゃうことでリスクはあるし、まあ、毎晩お酒を飲んじゃうとかあるわけじゃないですか。でそこは科学的に見るとすごく間違ってますよね。このような選択というのはすごく間違ってるんだけど、やっぱりそうはいかないわけですよね。科学的に間違ってるからやめようっていうことには、すぐにやめようっていうことにならないわけで、そういう態度っていうか、それを許容することって大事だと思うんですよね。その分かる分かる、科学的にはそれは正しいと思ってる。だから科学的には正しいと、正しいか正しくないかっていうことじゃないんだよ。だから僕はその同僚とかとこういう政治的な話をまあ面白がってするんですけど、で僕結構どっちでもいいんですよ、その主張とかも。例えばワクチンに対しても、あるいはトランプ大統領とかに対しても、別にどっちと前でもいいというか、要はそのトランプ支持者だと思われても別に構わないっていうかじゃないと思うんだけど、そう思われても構わない。でワクチン反対論者でもないんだけど、アンティバックと言われても別にそんなにいや俺はそんなことはないというふうには思わないというか、まあそれで話が盛り上がるんだったらいいかなみたいな感じなんですけど、でこの間ですね、その話、そういう感じで話をしていて、でワクチンというのはいつも通りですね、避けた感じで、まあタゴはワクチン反対派だからみたいな感じで冗談で言われた時に、まあねみたいな、すかしてですね、すかしていたんですけど、僕はもう3回打ってますけどね、ちなみに。私ワクチンを絶対打った方がいいと思うんだけど、絶対打った方がいいと思う人には言わないかな。まあいいや、とにかくですね。で科学的には、いや、そういう時に僕はもう科学的には 100% ワクチンのことを信じてるけどって言って、次をつなげようとしたらですね、でもそうじゃなくて、だから言いたかったことは、科学的には 100% ワクチンを信じてるけども、要は文化の領域ですよね。で文化の領域で、まあ、いろんな考え方があるし、科学を一方で信じない人というのがいてもいいんじゃないかというような話をしたかったのかな。その科学的な正しさっていうのは、個々人のなんとなくの心情に勝っちゃいけないと思うんだよね。なんとなくワクチンを打ちたくないっていう人がいるのはすごく大事なことで、そうじゃないと、だって人々がお酒を飲んだり、人々がタバコを吸ったり、人々がつまらない享楽そういうものにふけるのってなんとなくじゃないですか。なんとなくですよね。でそれこそが人生だったりするじゃないですか。だっていう文脈 で僕は科学のワクチンの正しさを 100% 信じるけどみたいなことを言った時に、みんなから一斉にですね、違う 100% はないんだと100% 正しいなんてことはないんだって言われてですね、そういうことじゃないんだけどなみたいな、そうそう、なんていうのかな、そんなこと分かってるわけですね。 100% 正しいものなんてこの世にないっていうことは分かってるんだけど、そんなことは分かってるんだけど、100% 仮に正しいとしようよと、 100% 正しいとしたところで、その正しさっていうのは人を動かしたり、ましてや強制するのに使っていいものではないのではないかっていうことですよね。だからそこでちょっとなんていうのかな、ズレがあると思ったんですよ。要は科学に科学で対抗しようとすると、なんかエセ科学みたいなものになっちゃうんだけど、科学は科学であると、科学は科学であって、
でもそれと同時にこう文化みたいなものは別であると。それはまあ宗教であってもいいんだけど、思うんだけど、宗教というのは別にあるわけですよね。それはすごく、これは別にすごく古典的な話であって、あれですよね、エホバの証人とかだと輸血とかできないじゃないですか。だからその科学的に正しいのは絶対的に輸血だってするパターンがあるじゃないですか。だって輸血オアダイみたいな感じのでもそこでダイを選ぶのは、だからそれが科学を超越したものですよね。これはその自己決定みたいなものになるからまたちょっと話が違うのかもしれないけど、でなんかちょっと今科学が強すぎるんじゃないかなっていう気がする、世の中的に。いやもちろん、いや何が言いたいかというと、ワクチンは危ないとか、地球温暖化はデマだとかいうのはもう 100% アホじゃないですか。 100% アホですよね。で 100% アホなんですけど、いやそうじゃないやり方であると思うんですよ。ワクチンを打たないっていうことが別に正当化されるべきだと思いますよ。そうじゃない方法でワクチンを打たないということが正当化されるべきですよね。あれそうじゃないやり方でその地球温暖化なんて別に気にしないんだっていうことがあったら聞いてみたいですよね。だってでそれって有益なことなのかもしれないじゃないですか。その地球温暖化というものがだからそんなものは捏造なんだみたいな、それなのがフェイクであってその一部の人たちが金儲けに利用してるんだとか言うと、それは科学の領域の嘘になってフェイクニュースになっちゃうわけですけど、そうじゃなくて、でも地球を例えばですよ、地球温暖化というものによってこういうことが新しい何かが生まれるかもしれないみたいな、よくわかんないけど、なんかそのそれはもう創作でいいじゃないですか。創作でその SF で、そういうものを積み重ねていくことによって地球温暖化って別にいいんだっていうことは、その褒められたことじゃないのかもしれないけど、それは自由ですよね。だってでもそこで海面上昇はフェイクだとか地球温暖化っていうのはデータとして嘘なんだみたいなことになっちゃうと、それはやばいわけですよね。それはワクチンに対しても同じだしというようなことを考えてますね最近は。なのでなんかなんていうのかな、だから宗教と、なんで話し始めたんだとか忘れちゃったよ、宗教と科学というものについて考えているってことですね。なんでこんなに、なんか僕もちょっと調べたって浅はかにしか調べてないけど、なんでこんなに宗教と科学のなんか逆転しちゃったんでしょうかね今。なんかなんでこう両方両方、まあでもそれがアメリカなのか、宗教と科学をしっかり両立してやっていくのがいけてるのがアメリカの強さなのかな、わかんないけど、いやなんか宗教ってすごく大事なものなような気がするんだよな、やっぱり今のこの時代だからこそ。あ、これあれですね、確実にあれを読んだんだ。そう、バチカンの特命全権大使みたいなのになった人の新書を読んだんだ。その感想を今度言おうかな。それを読んだりしたというのも
理由の一つですね。あとは椎名林蔵が、最近ちょっと気になってる椎名林蔵がキリスト教に入ってたっていうのもありますけどね。じゃあ20分経っちゃったよ。こんなこと話したらもうダメですね。じゃあまた。